ハロー YouTube ニーハオヨーコアン、リンチューです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、そうだバイリンガルになろうの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない。そして日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりか、非常に情報が遅いので、皆さんぜひチャンネル登録とツイッターをフォローして中華ニュースを追ってみてください。はい、今日のニュースなんですけどもね、中国人がね、中国に帰りにくいと、そういう話なんですよね。結構ね、帰るのに一苦労も苦労もしなくちゃいけなくて、帰れるとは限らないと、そういう話ですね。まずね、最近ね、前ね、中国に帰ろうと思ったら、だいたいPCR 検査を、2回ぐらい、やって、大丈夫だと確認して帰れるっていう、飛行機のチケットはバカ高いんだけども、一応帰れるっていうことだったんですよね。でそれでその当時ね、世界のどこがいいかっていう話になってて、中国は安全だっていう話を信じてね、大量に帰ろうとしていた、人たちがいるんですよ。でそれについては、なんか僕はね、別にどこが安全とかそういうふうには思ってなくて、大体世界中どこも同じだろうと、僕の認識としてはそうなんですよね。でウイルスがあるか、どうかでみんな判断しちゃうんですけども、結局ね、ほとんど自分の状態そのものの方が大事なんですよね。僕がいつも言ってる開示されていない情報として、お酒タバコを、両方やらない人の死亡率は非常に低いんですよね。タバコ吸う人の死亡率で3倍で、お酒ね、特にアルコール度数の濃いお酒を大量に飲む人の、重症化率が非常に高いということで、まずはお酒タバコを控えたら、もうその実際に病気になって死ぬ確率は、激減すると。あとはね、成人病とかある人ね、肥満の、極度の肥満の人とかは、結構死にやすいということで、そこら辺気をつけましょうということで、要はね、健康な食事と適度な運動と十分な睡眠をとっていればもうかなり平気だということなんですけども、どうしてもね、彼らはね、ウイルスがあるかどうかで考えてしまって、で中国国内の方が安全だって思ってしまったんですよね。それで退去して、中国からはもうその何ていうの、完成で、あれがもう消えたと、もうウイルスが消えたと、そういうふうに思い込んで大量に帰ろうとしたんですよね。そしてね、帰ってみたらね、その絵図がですね、もう本当にね、密集しちゃいけないって言ってるのに、すんごい密集状態で何時間も待たされるんですよ。下手したらもう10時間ぐらい待たされるんですよ、検査とかね、そういうのでね。それでね、それはまず良くないなと、そこで体力を落とされるのは良くないと、まずね、僕は思いました。で大体ですね、国内でそれでもポツポツ出るじゃないですか。それを大体ですね、大体帰国 のせいにしていたらしいんですよ。帰国が悪いんだ、海外から入ってきたやつが悪いんだって、これもう本当にね、ここ1年間のニュース見てて、どっかからね、どっかでその例の病気の陽性患者が出ると、いちいち言うんですよ、どっかから入ってきたものだ、どっかから入ってきたものだって。最近になって本土からのものだと、中国本土からのものだと、そういうふうに報道していたするようになったんですけども、多分ね、半年ぐらいずっとね、もう一人出てくると、もう海外から来た人だって、ずっとそういうふうにね、報道してたと思うんですよ。それ考えたらね、その海外で帰ってくる人が、その海外でやっていたPCR 検査っていうのは何だったなっていう話なんですけども、で最近になって、ダブル検査するようになったんですよ。だから、PCR 検査を4回して証明しなくちゃいけないみたいな、にするようになったんですよ。でその PCR 検査を4回する時のね、ポーズがねすごくてね、こんな感じなんですよ。これパスポートとして、パスポート持ちながら、検査されてる様子、なんか喉にこうやってなんか入れるじゃないですか、喉に何か入れる様子をこうやって自分でこうスマホで自撮りしろって、でそれをアップロード毎回しなくちゃいけないと。これがなぜかっていうと、
今までの検査にね、本当は陽性だったのに、嘘の結果載せた、他の人の他人の結果を載せていた やつがいる可能性があるのでそうしたんだと。だからこういうふうにはい、パスポート、こっちどど検査で口開けたまま こんな感じでパッでやんなくちゃいけないっていう、そういう、ようになったわけなんですよ最近、でそれでなんか、それが結構ほら喉になんか突っ込まれるんで、なんかちゃんと写真撮るのが、まあ、自撮りで写真撮るのが、結構厳しいっていう、話がありました。でそれでですね、それで4回、まあその時間通りに本当にね、なんかね4回検査して、すぐ乗らなくちゃいけないんですよ飛行機に。本当飛行機とギリギリの時間に合わせて乗らなくちゃいけないんで、まずそれが厳しいっていうのと、それ通ったとしても帰れるかどうか分かんないんですって。で、まあだから国内の方でね、まあこの人帰る必要あるのと、そういうふうに言い出して、で最近中国国内でも不要不急の場合は春節であっても実家に帰るなと、そういうふうに言われているじゃないですか。でこれをですね、海外に住んでいる、まあ、中国人にも、ね、適用して、もう本当に用事がなかったら帰ってくるなと、そういうふうに言い出したわけなんですよね。で大体ほら帰ってくる理由っていろいろあるじゃないですか。もちろんね、ほら春節だから家族に会おうっていうのもあるし、そもそもね、ビザが切れるっていう事情があるんですよね。でそのビザが切れるっていう人大量にいるわけじゃないですか。でビザが切れたのに帰ってこれないと、そういった人もね、現状大量に出ていって、どうなるか分かんないと、そういった状況に、なっているみたいですね。まあ、そんな感じでね、現状ね、中国人、中国人なのに、中国に帰るのが厳しいという、そういったね、状況になっているようでした。はい、今日のねこの動画がいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再見。